昔々あるところに人里遠く離れた赤と黒の森がありました。そこに住むのは老いた羊のおばあさんと郵便うさぎの赤ずき、それを邪魔する招かれざる客狼紳士。そこは小さいようでいてどこまでも続く道を持つ不思議な不思議な森でした。太陽が笑う鬼ごっこ、月が覗くかくれんぼ、今日も始まるうさぎ狩り。